私は京都にありますルイ・パストゥール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は 20X の認知症予防のメカニズムについてお話をします。2023年8月に論文が出たのですが、その中のアミロイド β 抑制以外の効果について主にお話をします。このビデオの用紙です。認知症がアミロイド β が大元の原因であるというのは誤りというお話をします。そして 20X の認知症予防のメカニズム論文についてお話をします。このアルツハイマー病研究失敗の構造という本は神経生物学者のカール・ヘラップ教授が書かれました。そして1990年代のアルツハイマー病のいろいろな発見がですね、なぜ医薬品開発につながらなかったかのことを書いておられます。その大きな理由はアミロイド β がアルツハイマー病の大きな原因であるという説を皆さんが信じてしまったためにですね、失敗したんだということが書いてあります。さて、日本初のアミロイド β の薬が近々保険収載になるということが報道されていますが、最新の週刊現代に先ほどのカール・ヘラップ教授がこの薬に関してコメントを出しておられます。このアミロイド β の薬は偽薬グループに比べて認知機能の低下が 27% 抑制された。 27% と聞くと効果が十分ありそうに見えますが、これは人を大いに惑わせる数字です。重要なのはお薬も偽薬のグループも被験者の症状は悪化していた、つまり症状が良くはならなかったという点です。しかも臨床試験は18段階の症状の程度で計算されるものでしたが、お薬と偽薬との差は 0.5 以下、この差は全体で見ると 5% 以下、つまり患者さんの周りの人がですね、患者さんが薬を飲んだ場合と飲まなかった場合との差に気づけない程度だというふうに評価されています。この薬は非常に高価なものなのですが、私としてはですね、認知症はどんな手段を使ってでも進行を止めたりですね、できればいいと思っているので、このコメントは非常に残念でございます。さて、こちらは NCNP 病院の阿部院長先生からいただいたスライドですが、アルツハイマー病と酸化ストレス、脳の炎症のスライドです。このオレンジの丸に書いてありますのが高血圧や糖尿病、それから急性の脳卒中、微小血管の病気というようなものがありますが、これらがあるとまずは酸化ストレスができる。そしてその酸化ストレスがいろいろな炎症性物質を出すわけですが、その後にアミロイド β とか他のゴミであるタウタンパクなどが生まれてくるわけですね。そしてこのアミロイド β が生まれるとさらに酸化ストレスが増えていって、ぐるぐるこのサイクルが回ることによってアルツハイマー病が進んでいくというスライドです。つまりこの図を見ていただければわかるのですが、一番の原因は酸化ストレスなんですね。そしてその結果として出てくるのがアミロイド β ということですので、この病気の一番の大元は酸化ストレスということになります。まあ、この図を見るだけでもですね、アミロイド β だけがですねアルツハイマー病の原因というのは誤りだということはわかると思います。この論文からのスライドは、私が開発した抗酸化配合剤をアルツハイマー病のモデルマウスで実験をしていただいた結果です。赤の丸の中に濃い点がたくさんありますが、これがアミロイド β の集積です。そして 20X を投与したマウスではそれが格段に減っているということが明らかになっています。また同時に脳の中の炎症性物質、それから酸化ストレス物質も
10DX では減っているというデータです。このようなデータをもとに認知症の予防ができるかどうかという試験をやっていただきました。その結果が2019年に Journal of Alzheimer Disease という認知症では非常に権威のある雑誌に掲載されました。この試験はですね、複数施設でランダム化してダブルブラインドで、そして、偽薬をコントロールにした前向き試験ということで、臨床試験では最もハードルが高いものです。その結果ですが、認知症の評価のスコアがあるんですが、その2つ、MMSE スコア、それから長谷川式スコア、HDSR と書いてありますが、この2つにおいて、10DX は偽薬と比べて認知症状が改善されたというデータでした。さて、なぜ 10DX は認知症が予防できたのかという論文が23年の8月に出されました。そのデータを少し紹介いたします。まず、このスライドはフランスにある ICDD という酸化ストレス測定の専門会社のレポートです。ROS と書いてあるのは酸化ストレスなんですが、ミトコンドリアの ROS、細胞の ROS ともに 63%、45% と 10DX で下がっていまして、この SOD と書いてあるのは酸化ストレスを打ち消してくれる酵素なんですが、ミトコンドリアの SOD は 147% 上がり、そして細胞全体でも 60% 上がる。というデータを出していただきました。この測定を行ったのは2014年の時点ですが、この時点で CEO のナタリーさんからお話を伺いましたが、この会社で測定した抗酸化物質のうち 10DX というのはもう最も強い効果があるというふうに評価をいただきました。そしてこの評価は現在まで変わっていません。このスライドはメタボロームという測定をしていただきました。これは代謝を見るもので、緑が多い方がコントロールなんですが、赤が多く増えているのが 10DX を1時間作用したデータです。10DX は赤が非常に増えているのがお分かりになりますが、これは代謝がすごい増えているよというデータなんですね。何の代謝が増えたかというのを細かく見ていきますと、ミトコンドリアの中でのエネルギー生産というのが増えているということで非常に活発になりますというデータです。アルツハイマー病の場合は、脳の活性が下がっているので代謝を上げる必要があるんですが、これは非常に脳の活性化につながっているのであろうというふうに考えられます。このスライドは脳の海馬、視上海というところで新しい神経細胞がいくつできるかというものを見たものです。6週ぐらいのマウス、まあ人間でいうと20歳ぐらいですね、のマウスが56週、人間でいうと60歳ぐらいですが、になると新しくできる神経細胞が3分の2ぐらいに減ってしまうんですね。そして、この3分の2ぐらいに減ってしまっているものを 10DX を投与することで、どう変わるかというものを見たのですが、なんと6週齢とほぼ同じというところまで引き上げることができました。さて、テロメアというものがあります。テロメアの長さというのは人間の寿命に即決するというふうに言われています。このデータは何もしなかった老齢マウスとですね、10DX を飲ませ続けたマウスでテロメアの長さがどう変わるかということなんですが、有意差を持って 10DX の方がテロメアが長くなるというデータでした。つまり 10DX は寿命を延ばす可能性があるわけですね。さて、このデータは糖尿病のマウスにおいて酸化ストレスがどう変わるかというデータです。NC と書いてあるブルーのバーが
何もしてないマウスなんですが、糖尿病のコントロール赤の場ですねにすると、酸化ストレス、これは過酸化水素を測定していますが跳ね上がっています。そしてこのマウスに 20X を飲ませたらどうなるかというと、完全には下げることはできないんですが、かなりいい酸化ストレスが下がっている。つまり糖尿病でも酸化ストレスを下げることができるというデータです。さてこのグラフは糖尿病のマウスに糖を与えた時に血糖値がどう変化するかというデータです。糖尿病になってないネガティブコントロールの青の線のものはですね、血糖値がもともと低いわけですが、糖尿病になっている赤のマウスですね、血糖値が非常に高くなっています。そして 20X をずっと投与し続けてきたというマウスではやはり血糖値の上がり方が低いわけですね。そして血糖値が上がらないと同時にインシュリンも下がっているというデータが得られています。糖尿病は認知症の大きな原因と言われているので、この糖尿病の血糖値が上がったりインシュリンが上がったりするというのを下げることは認知症の予防につながることが明らかになっています。さてオートファジーというものがあります。これは日本人の大隅先生が研究されてノーベル賞を取られたものですが、このオートファジーというのはゴミのお掃除システムなんですね。最初のスライドで出したように脳の中にアミロイド β とかタウタンパクとかその他30種類があるんですが、そういうゴミがたくさんたまることがアルツハイマー病の原因と言われています。このグラフは糖尿病のマウスのデータなんですが、赤のコントロールというのは、糖尿病だけのマウスなんですが、オートファジーのバンドがほぼ消えてしまっています。そして 20X をずっと飲ませたものではですね、緑のバーですが優位に、オートファジーが、残っているということが明らかになりました。すなわちこのゴミのお掃除システムも維持できるということが認知症の予防につながったのではないかというふうに考えています。さてこれらの効果をまとめますと、 10DX というのはですね、アミロイド β の脳の蓄積を下げるだけではなくてですね、非常に強い抗酸化力、そして抗酸化力である SOD を強く上げる、そして脳の代謝とエネルギー生産を上げる、そして血液中の血糖値とインシュリンを下げる、さらには、脳の中の新生神経細胞数を増やす、そして、オートファジーというお掃除システムを維持できる、テルメアの長さも長くするというたくさんの作用があるわけです。私はこのいろいろな作用すべてがうまく組み合わさって認知症の予防ができたのだというふうに考えています。認知症の予防には炎症や酸化ストレスのイベントを避ける、タバコお酒をやめる、肥満、糖尿病の方は糖質制限をする、適度な運動も重要だと思います。そしてエビデンスのあるサプリメントの摂取というのも効果があるということが分かってまいりました。抗酸化研究室についての情報です。